はい、皆さんこんばんは、サイテマです。栄冠の編やっていきたいと思います。準々決勝まで来ましたね。いやー、本屋は夜か、まあいいか、指立て伏せで試合に備えると勝ちますよ。矢部選手の、知名度が上がってきました。世間でも変わられてきたようです。なんだろうな、矢部は何話のメガネじゃない、何話のオクトパスやばいな、これやばい奴らが揃ってきましたね。前回何話の三段落ちを見せてくれた白石、岩井、黒田かいるんでね、三本柱がうちには。監督、今日は2大会準々決勝です。頑張りましょうね。今日の試合の注目選手を決めよう。誰にしようか、張り切ってるのはあの3人か。黒田、曽根、リケ、黒田には注目してはいけませんね。で、曽根か DK ならもう DK 一択ですね。連れて行こう。2年が3年を甲子園に連れて行く。素敵じゃないですか。お、黒田は調子がいいので行きます。前回3回戦をね、軽く行ったんで、あ、でも肩が良すぎるのか。で、バードマン出してもね、変えられるんですよね。待て、杉浦にします。杉浦、広角打法持ってるんでね。ほら、広角打法持ってるんで、杉浦でいきますね。で、途中から、バードマンとか、キャッチャー丸とか持ってる選手に変えていくというスタンスでいきたいと思います。取る。これは取る。準々決勝だけは取る。相手の、強さでも見ますか、まずは。いや、マジでいきたい、これ。本当に。八尾南か。今日勝てばベスト4か。だから今ベスト8なんですね。八尾南、強さは？強さは八尾の強さは、うわー、やば、強い。待って、強いぞ向こう。待て、向こう強いぞよ。 B かよ、マジか。 B かよ。いやー、お任せ、 DK さんに任せます。B、オッケー、ナイス、よしよし、さすが DK さん、やってくれるじゃないですか。よし、おお、2点取った。いいね、 DK の流し打ちでもう1本ホームランいきましょうよ。連続でいきましょうよ、ホームラン。いけ、オッケー、強襲、さすがです。あ、エラーってなってる。まあまあ一緒なもんですよ。よし、2点5、いける、勝てるぜ。 DK さんの流し打ち、いけよ、打ってくれ、行ってくれよ。うわ、まあ勝ってるんでね。お、守備やっと打たれたかって感じですね。黒田が低め中心、黒田なら抑えてくれるでしょう。ほら、9位に押されてますよ、完全に。 K、 ナイス、さすが黒田。最後の年なんでね、黒田の。あと岩井と白石か。あー、まあ仕方ない、これは帰れないでしょ。うわ、強肩、DK さん強肩ですね。臭いところか。待て、これ以上臭いところまずい。内角中心でストライク取りに行きます。よし、いい判断だったな、あの追い込んだ、ボールが3ボールになったので変えるというね。攻撃2アウト1、2塁寺田か。寺田はクセモノを入れてのエンドラン、転がすか、エンドラン転がすか、エンドラン、いけ、ナイス、ヒットエンドラン生きるか、あ、意味ないか。いいバッティング、ナイス。で、黒田か、ここで黒田か。流し打ち、いってくれ。2点取ればコールドも見えてくるんでね。よし、押し出し、ビビってますよ、相手。で、岩井と、岩井、黄色い線、
黄色い声援入れます。で、お任せと。任した、岩井。お、満塁か。よし、あれコールドか。あ、なるほど、5回は10点差なんですね。10点差5回までにつくと、で7回までに7点差がつくとコールドってことですね。楽勝。ランク B でコールドですか。マジでいけるぜ。向こうのマネージャー可愛かったな、今な。向こうのチームのマネージャーは可愛かったと。楽勝。ほら、これ相手ランク B です。楽勝です、本当に。やった、勝ちましたね。評判が上がりました。お、中堅校と呼ばれるようになりました。進行アイクンが6個になりました。でかいね。でかいですね。岩井くんたち、今日の試合すごい活躍だったね。これからも頑張ってね。岩井たちはマネージャーに褒められて超ノリノリになった。来た、岩井が超ノリノリ、矢部が超ノリノリ。いける、あと2つで甲子園ですよ、皆さん。ようやくね。紅白戦か。紅白戦打ちまくると。で、 OB で現在はショップに勤める塚本がやってきた。差し入れ、逆転の発想ですね。逆境丸ね。逆境丸か。待って、前回の最後になんか手に入れたんですよ、アイテムを。どれだっけな、どれだっけな。あ、これか、ローラー交換券ね。これ使っておきます。あ、設置されている。練習機材を手入れします。あ、まあいいでしょう。いけるのか、俺。座禅入れるか。ここは座禅で一回休憩挟みつつの能力を少しでも上げていって準決勝に臨むと。ふぐ刺しの誘いでみんなでカラオケに行き、声出しの練習をしたようだ。オッケーオッケー。プロ野球オールスター戦が行われた。未来のスター選手を目指しみんな頑張っていると。来た。あれ、あー、オッケーオッケー、まだですね。コース投げ込み。皆さん、僕は甲子園に行けると思いますか。甲子園に行けると思いますか。今の状態で。監督、今日勝ったら決勝への進出が決まります。頑張りましょうね。マジで勝ちたい。張り切っているのは3人か。矢部、黒田、DK。 矢部か DK。 DK でしょう。 DK さんに託します。勝つ。ほら、調子がやばいぐらいいいんでね。でも黒田、ピッチャーは黒田一択。黒田一択で、根岸を杉浦に変えると。杉浦まだ2年でしょ。なんでね、時期あれもあるんで、横溝いける、勝てるぜ。 OK。 よし、ベスト4ですか。春の選抜だったらね、多分抽選でいけるぐらいのあれだと思うんで。藤井寺水産、ランク B に勝ってるんでね、それ以上が来ない限り負けることはないでしょう。藤井寺、どんな強さなんでしょうか。 B か、また B か。おお、また B か。きつい戦いが続きますが、まあいけるでしょうね。コールドでいきましょうか、この試合も。引っ張り打てよ。相手須田か、無理か。球場がでかい、球場がでかい。うわ、マジか。そんないいピッチャー、向こう取った、今取った。2点取られた。よし、取ってる。今いい場面なんでね、究極の思考を発動させーの流し打ち。頼むぜ、DK さん、来てくれ。うおー、マジかマギかですね。2点、ノーアウト2塁、ノーアウト2塁。これはミスターパーフェクト、アーネストホーストの発動ですね。で、流し打ちと。広角打法の流し打ちだったら、これホームランあるぞ。うわ、無理か。3塁いけたんじゃないの、今タッチアップで。無理か。寺田、1年生の寺田、くせ者を発動させ、転がすか。
転がしでランナー進塁を考えろよ、ランナー進塁を考えろよ。まあまあまあ、オッケー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 、まあまあまあね。揺さぶるって何？揺さぶる、揺さぶってお任せ、打てよ、大事な場面。うわダメか、マジでマジで勝ちたい、マジで勝ちたい。うわ黒だ、ピッチャーか、ピッチャーか、まあ任せますよ。無理かな、無理か、流れが変わらなければいいんですけどね、これで。まあまだ攻撃ですね。うーん、引っ張り、ホームラン打ってくださいよ、お願いします。無理か、さすがに B だからね。守備も、おお取った、2点取ってる、2点取ってる、5対1、勝つ。内角中心、ノーアウト2塁、まあ、2塁ランナーはもう気にするな、3点差だと思え、抑えれるから。ラッ、お前いいね、寺田1年最高ですよ。ジャストレ、もうランナー3塁ランナーもう最悪返してもいいんで、アウト積み重ねていけばいいんでね。オーケー、2者連続三振、2者連続三振だったっけ。どうしよう、外角中心、外角中心、これはどうなる、まだわからん、まだわからん。須田、あ、ピッチャーが助かった。で、打たせて取れ、打たせて取れ。うわ帰れないでしょ、でも帰れないでしょ、ピッチャーに打たれてますね。熱血入れるかも、いや、まだ取っときますね。熱血は、熱血はまだ取っときます。何してる、何してる、ストレートのフォアボール、こいつの方が抑えれるか、行ってくれ。ボールはまずい、ボールはまずい、これはまずい展開、まずい展開、まずいな、これまずいな、これ相手5割超えてるぞ、打率。熱血入れますもん、臭いところ、あ、もうダメだ、臭いところもうダメ、2ボールで先行したんでね。マジで、マジで、押し出しはなし、取ってくれ。マジか、マジか、黒田頼む、取られたらやばい、取られたらやばい、マジで黒だ。ここで打者一巡、ピッチャー変え時か、いや変えれんな、伝令使いますよ、もっと早く使ってくればよかったですね。守備に、守備に気合い、伝令もう一回使います。守備に、調子上げる、黒田の調子上げて、もっと早く使ってくればよかったかもしれないですね、伝令を。三振、三振、よし、まあ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 、同点にされたんですけども、まだわかんないね、こっからですよ、むしろ試合は。流し打ち、ヒットを打ってない DK さんが打ってくれ。お、面白いぞこれは。おお、いける、三塁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 いける、よし、スリーベース、デスパイネスリーベース、ナイス。流し打ち、ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、引っ張るか、流すか、引っ張ります。最悪犠牲フライなんでね、引っ張れば、よし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 、勝てる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 、まだ攻撃させてくれ、よし。オーガ、オーガか、闘魂からの引っ張りでしょ、ホームランでしょこれで、これは言ってくれ、オーガなら言ってくれるよ、オーガならいける。フライか、まあまあ仕方ないか。岩井、岩井絶好調の岩井、
絶好調の岩井のお任せ、任せました岩井に。安打製造機岩井、うわデッドボール、なんてことすんだあいつ。杉浦はねちょっといいカードがないんで変えます、代打送ります。根岸かバードマン、まあ根岸ですねこの場面では。代打は根岸、3年生最後の夏にするわけにはいかんのだ、究極の思考か。いや流し打ちで打ちます、頼むぞ。オッケー代打作成功、ここで1年生の寺田、あーいいカードがない、ちょっと変えます。ショートいるっけ、ショートいない、変えれないですね、じゃあ変えれないですね、じゃあ引っ張り頼む、打ってくれ、ニラが打ってくれ、あー無理か、無理か、攻撃ツーアウト一塁、 DK さんと流し打ち、流し打ち、ホームラン打ってください、あー厳しい、1点差か、怖いなー1点差、守備ツーアウト一塁、白石に変わってますねピッチャーが、さすがに変わったか黒田、三本柱の一人ですねうちのチームの、三振、うわクリーンヒット、一塁ランナー二塁を回った、やばい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 、これはやばい、逆転のピンチを迎えます、やばい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 、なんだこの試合、熱血コースお任せ、これは抑えてくれ、お危ない三振、マジか、なんで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 、今なんで飛びついた、今飛びつく必要なかったでしょう、いや最悪フォアボールでもいいんで臭いところで抑えてください、よし同点か、同点か、しかもなんでこっち表なんだ、なんで俺は表なんだ、しかも流し打ち頼む、勝ちたいぞこれはマジで、打て、うわ王が打ってくれホームラン、引っ張り王が打ってくれ、もう一歩引っ張れ引っ張れ引っ張れ、打て、あーまあまあまあ、オッケーオッケー、岩井か、岩井か、黄色い線使うか、黄色い線入れて殿下の宝刀流し打ち、いつもお前の流し打ちには助けられてきたな、今日も打ってくれよ、マジか、岩井が三振だと、岩井が三振だと、打てるよ、相手大したピッチャーじゃないよ、シュ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 、これ勝てる試合ですよ本当に、寺田か、寺田か、引っ張るか流すか、引っ張るか流すか、どうする、どっちだ、流す、俺が選んだ選択肢は流し打ち、うわこれはきついな、白石バテてるんでね、変えないとまずいのか、もうピッチャーがだが2年なんだが、もういないんだが後続が、かわいいか、調子いいんで使うか、頼りますか、かわいでいくか、白石のスタミナを上げてまだ使うか、どっちだどっちだ、かわいい、いや白石のスタミナを上げてまだ使います、守備を、スタミナをすごく上げて、もう使えないか、コースお任せ、
レフトの左、うわっ、打球が転がっている、ボールはくノーアウト二塁、ツーベースヒット、先行チームさよならのピンチとなります。まずいなこれは。今泉、こいつは抑えてくれ、頼む頼む頼む、うわっ、うわっ、ボールは中継、マジか、痛恨のサヨナラ負け、先行チームあと一歩及ばず、ここで敗退です。今泉サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。残念ながら準決勝戦で敗れました。決勝進出はなりませんでした。マジか、終わった、黒田白石祝いの夏が終わった。6対7、マジでマジでか、終わったね。オーガもいなくなるんでしょ、負けた、終わりました、夏がね。3年生の先輩が野球部を引退します、次キャプテンを指名してください。2年生の中でキャプテン候補は DK 曽根内山、DK ですね、うん、うわー負けた、次は DK の時代が来ますか、新たなスタートを迎えます、育成方針を決定してください、それか一つ選んでください、打撃力と言いたいんですけども、バランスでいきます。マジか負けた、あー負けた、いやー仕方ないですね、もうこれは、うん、ベスト尽くした上でのあれだったんで、で河合に変えた方が良かったのかなーって、まあでも答え出ないことなんでね、これはということで、また新たな夏を向けて、まあ春もねすぐ始まると思うんで、まあ収穫のある1年だったかなと思います。栄冠ナインの方ね、またまだね春夏連覇遠いですけれども、とりあえずこの辺でお疲れ様でした。